はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。イース8続きをやっていきたいと思います。とりあえずこの展望台だからなんだか忘れちゃったけど、まあ登ってなんか面白いものが見れるようなのでちょっと登りましょう。見張り台か。何が見える？とんでもない速度で移動してやがる。アドル、そのままもうちょい東だ。おお、これは船じゃないか。例の幽霊船か。なんか青い炎で燃えてるね。幽霊船だからか。岬の向こうへ回ったようだな。あれがここ最近噂になっていた幽霊船とやらだ。幽霊船にしてはやたらくっきり出てるよね。うん、まあそりゃね、幽霊船なんてものがあったらめっちゃビビるでしょ。オケアノスの情報ってさ、別にさ歓喜するほどすごい情報じゃないよね。そう、いろいろ課題が残ってるからね。でも幽霊船って何か今のところ害になってんのか？とりあえずなんか不気味だみたいな感じだと思うけど。幽霊船を脱出に使う。まあ確かに船ではあるけどさ、ボロボロだよね。沈没するんじゃん。でもさ、幽霊船ってさ、船そのものが幽霊だったらさ、成仏したら消え去るよね。そこら辺がちょっと謎なんだよね。なんか人間が幽霊っていうのはまだわかるけど、じゃあ船は何なのっていう。まあとりあえず調べてみよう。ちょっと待ってくれないかって。なぜだ。言われるまでもない。できることからやっていこう。必ず南東の岬で姿を消している。岬の向こう側はまだ調べていなかった。どこ岬ってそもそも。よし、ダーナなんかすげえ寒そうだな。まあドギも寒そうだけどさ、服装的に。島南東部のイベントポイント。
とりあえず朝を迎えたけど、まあ一旦外へ出ましょう。皆さん早いね。え、アリスンさんの状態を知りませんでしたねって。おお、身ごもっていたのか。こんなところで出産って大変だな。リヒトってそういうのもわかんのかな。早く旦那さんを見つけよう。うん、まあそれが一番でしょう。確実な方法。花はどうだ。やはり女性は花なのか。立派な花畑があって、ん？紫鈴草。グリーク地方特有の珍しい花か。どこかってどこだ。よし、これは贈り物にしよう。幽霊船より目の前の問題だね、やっぱり。故郷の花。あとなんかクエスト的なものをね、ちょっと残ってるのがあるので、ヒュンメルのクエストとかまだ残ってたよね。時間が経過すると終わっちゃうからね。なんか幽霊船が出た段階で終わってそうな気もするけど、まあ一応ちょっと掲示板を見てみますか。ああまだ残ってるわ。あ、短いって書いてある。まあ、ただとりあえず卵の配達をやるか。期限中。どこにいるヒュンメル。そもそも人を探すのが大変なんだよね。あいつは一人どっかで佇んでそうだな。いない。なんか村の地図でさ、ここに誰かいるよみたいな。あと武器か。武器と防具ちょっとどうだったっけ。今日はどんなよ。レベルはマックスか。アトルはな、ちょっと今のところお留守番役だからな。ベラドンナ、やっぱりテクタイトコだね。結構いっぱいあるから鍛えちゃおう。あとダイナスパイク。では始めましょう。全員分鍛えるとなると、これでもやっぱり相当使うよな。5個か。では始めましょう。完成よ。では始めましょう。よし、 OK。 できたわ。もういいの。で防具はどうだったんだっけ。今日はどんなよ。ブリガンダイン竜輪か。ラメラーアーマー、これテクタイト効果。任せなさい。基本的にみんな装備はしてるね。ダーナが
攻撃力系ブリガンダイン装備してたんだっけ。まあ大丈夫そうだな。そんなことよりヒュンメルを探さなくては。いた。あれ、これなんだっけ。アドル、それはまさか。やはり石鹸だったか。どこか汚れているのか。ちょうどよかったか。ああ、使わせたいやつ。ああ、自身の形跡を残してはならない。なるほど、好感度が上がった。攻撃力が増えた。いや、そんなことより卵よ卵。改めて説明させてもらおう。これを見てくれるか。土の中に隠してある。見ての通り卵だ。え、何これ、何の卵。落者が教えてくれた古代種、翼竜型のものらしい。ここでは貴重な食料か。そういうわけにもいかない。表面を触ってみてくれ。あ、もうそろそろ生まれそうなの。脈動している。これもう食えない人だって。じゃあ今までは生き絶えてしまう。なるほど、運び屋と言っても自分一人では手に負えないというわけだな。よし、協力してやろう。理由を聞かないのだな。それが運び屋だからな。一つ理由は聞かない。なんだか忘れちった。なんか言ってたよね、ヒュンメルの心情的なやつ。高いところに巣を作っている。うん、ジャンダルムではないと。まあ手に入れたって言ってもどうすんだこれ。北の方、北の方は北の方って言ってもな、ジャンダルムではない。これなんだっけ。あ、ここに行けってこと。これどこだ。ここら辺から行った方がいいのか。ここら辺ってさ、結構危険だよね多分。はてなはてなはてな。ちょっとじゃあこのパンガイア大平原から行くか。古代種がうろついてるからね。
に巣が。よし、あとはちょっと宝箱をゲットしたいですね。飛び降りよう。おお、怖え。どこだこれ。こっちの方にあるね、なんか。わあ、これ死ぬだろ。完全に死ぬだろ。ちょっとだいぶ落ちすぎたな。あ、あっちにあるね。これだけでも回収していくか。完熟マンゴー、こっからもう無理だー。すげえなこいつらの身体能力は。じゃあちょっと一回拠点に帰って、でそこから次はお花を探しに行きましょう。ちょっと掲示板の情報を見てから。特に情報はないね。え、マジで。どこを探せばいいんだ。こういうハテナのところでもないしな。ここはちょっと人が足りないね。まだ足りないか。あ、ここだ。故郷の花、メインストーリーの目的地。これここら辺から行けばいいのかな。これどこ。しかもちょっとじゃあここへ一旦移動しますか。広すぎてわからんな。あー、ここはあれか、料理してたところか。じゃあちょっと花を探しに行きましょう。
あ、普通に幽霊船が見えるね。こっちの方とかは行けないか。二段ジャンプがねできるようになったからだいぶ捜索範囲が広がると思うんだけど。んー、ちょっと待ってね。うわ、なんかすげえのがあんな。おお、輝く粘液をいっぱい手に入れた。ん？ここ？必要人数は OK だね。どかしてもらおう。そんじゃ作業を始めんぜ。お安い御用だ。ありがとうみんな。これでこの先に進めるからとりあえずまあ行こう。なんか最近よく高いところに行くな。とりあえずどっから落ちても平気だということが分かったからな。こいつらの身体能力だ。あ、何かあるの？ここは調理場か。なんでこんなところに焚き火があるの。なぜここにだけこんな花が咲いているんだ。男性の声。あ、ここで生活してたのかこいつは。だから焚き火の跡があるんだ。今何日目これ。アリスの旦那さんか。なんで顔見せてくんないの。まだ。あ、すまない、自己紹介が遅れたね。もったいぶってんな。エド。改めて僕はアリスの夫で仕立て屋のエドという。とにかくすぐに妻の元に案内してくれるかい。花は？花も一緒に持ってこいよ。一石二鳥だったな。花も見つかって夫も見つかって。まあこいつはどっちかっていうとインドア派っぽいからね。むしろこういうやつらよく今まで生きてたなっていう感じだよ。
この草マジでなんて読むんだ。やはり女性のために一生懸命になる、それがいいんだな。うわーって、てかさ、もう出産するんだったらさ、お腹多分相当でかいよね。今までなんで誰も気づかなかったの。男の子か。よし、この島の獣と戦わせて強い子に育てよう。まあ、10歳までには古代種を倒せるような実力をつけてもらいたいね。これは奇跡的なことです。リコッタの弟ってことでいいかとか。もちろんよって、なぜだ。ではリコッタの元に預けて、最終的にはマスターコングに鍛えてもらおう。獣が攻めてきた。これが追撃戦ってやつなのか。うーん、君のような華奢なやつはな、別にあんまり必要としてないからね。よろしく頼む。だいたいさ、これでさ、エドが戦死したらさ、マジアリスの人生完全に終わるよね。おとなしくしてた方がいいと思うけどね。よし、じゃあ追撃戦やりますか。最近追撃戦も結構きついからね。防衛のあれがどうなってたかな。あ、海賊が残したメモね。あるある、何個か持ってるよね。おお、全然譲ってあげるよ。あれ、てかドギどこ行った。ドギがいないと追撃戦ができないんだけど。え、もしかしてさ、ドギさ、さっきの部屋にいるとか。どこだったっけ、どっから来たっけ。
こっちか。こっちにはいない。あれ、ここじゃない。あ、いた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 。あれ、いるけど、ちょ、土器がどこにいるんだマジで。弱そう。俺はシスターニアちゃんとの子供が欲しいよ。超セクシーになってるし。てかマジでドギどこだ。いつもの場所にいねえんだけど。いた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 。お前なんでこんなとこにいんだ。とりあえず強化を見てみよう。何を強化するんだ。透析器とかね。合質繊維、カズカツラの苦渋みたいなのが必要だな。ここら辺ちょっとな。結構あれだね、必要だね。うわー、これも混合柄とかさ、結構貴重そうなのにな。全然あげらんねえわ。これ1個作るか。よし、引き受けだ。よし、完成だ。よし、じゃあこれでいこう。OK だ。知恵者たちの襲撃エリア海。一致団結で頑張ろう。了解です。もはや誰が言ってんだか全然わからん。まあ敵が出てきた瞬間はこれを鳴らそう。覚悟してもらうよ。来たね。ほら、選挙報告、選挙報告。あー、待って、ゴリ押す。あとは逆、急げ。どこにいる。ここか。ん、こいつも、あっちか。片付けてくれそうだな。あとはこっち、忙しい。二段ジャンプができるからな。身内、待て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 。あと、じゃあ敵が小さくてよく見えねえかも。薄い顔とかすーげえいっぱい手に入ってんだけど。どこ行ったん。めっちゃジャンピングしてんな。こういうやつめんどくさいんだよね。よし、OK。ウェーブ1クリア。柵が1個破壊されたな。そんな僕は。待って、リーヒトってだってさ、大したもんだ。アリスの近くにいるんじゃないの。おら、硬いけど。
どこにいるんだ。これ変な虫がいっぱいいるな。奇襲が多いな。柵を狙っている。あとどこ？左出てきたな。あ、あそこにいるのか。あ、あそこになんかいる。うおー、これはもうあれだな、あれ、弱者じゃなくてピコットじゃなくて大丈夫か。硬すぎる。こいつは頭だっけ。頭だな。よし、 OK。 だいぶ破壊されてるね。お、エドが2位になってる。さすが父親といったところか。パクテボ、ほら、おお一気に蹴散らした。ドギが強えのか。またこいつらか。暴れ回ってんな。頭を狙っていこうか。弱点を切っていこう。ほら、速攻で肩をつける。よし、うわ何匹いるんだよ。これはきついぞ、かなりゴリ押さなくては。うおー、方向でやばい。扉が狙われている。まずはこいつを倒したら。よし、もはや敵が見えん。倒した。よーし、あと1ウェーブだな。戦況報告、戦況報告。これも皆さんのおかげです。シスターニア、えらい、えらい、えらい。状況連絡、皆さん、あと一息です。ご無事ですか。皆さん、お大事に。お、サルが出てきた。よし、あっちにもいるのか。うわ、待て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 、サクサク。ん、また猿がいる。いっぱいいるじゃねえか。こうなっている。待て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 、もはやわけがわからん。一応なんとか倒したか。あれ、こいつはまだ生きてる。猿いっぱいいな。なんだこいつら。俺はもう技でゴリ押すしかないだろう。そうするとな、消費 SP 半分とかあるとだいぶ違うんだろうけど、
マジなんだよここ、動物園じゃねえか。倒した。あ、まだかまだ生きていたか。ただすげえ、いろいろいいのを手に入れたっぽいぞ。これも皆さんのおかげです。いや、ダーナでも強いわ。これ強い、この必殺技。これで安心だな。これこれもったいないけど、まあとりあえず A か、ね、シスタニアが1位だ。おお、いいねいいねいいね。力の霊薬、ドアニクルの甲羅。いや、うちの女性陣強いわ。マジみんな嫁にしてよ、この漂流村の人たちの。ん？とりあえず終わり？紅の腕は？ダーナちゃん何してんの？ああ、船作りか。よし、じゃあとりあえずここは OK だから、ヒールポーションか、ヒールポーション補充したら幽霊船の近くに移動して、幽霊船の探索をやっていきましょう。ヒールポーションって今どんだけあったっけ。空き瓶の数だよね結局。どこだ、いた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 。また幼女をたぶらかしてんなこいつは。こんにちは。ヒールポーション、空き瓶3個もあるのか。はい、どうぞ。またどうぞ。よし、ここか。ハテナって書いてあるところはロケーションだっけ。一応地図を見る限りこっちの方とかもなんかあるよね。てかさ、こっちの方わりかしさハテナ箇所がいっぱいあるんだよな。まあいいか。というところで、じゃあ次回は幽霊船の方に向かっていきたいと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。